小結び定期は、子どもの入園前と小学校入学前に5万円ずつの定期預金を給付する県独自の子育て支援策です。39の金融機関で先月20日から申請を受け付けています。第一北越銀行県庁支店では、新潟市に住む春日翼さん、七海さん夫婦と長女の糸ちゃんが訪れ、通帳を受け取りました。ミルクのお金もかかりますし、これから寒くなってきて、お洋服どうしようとかすごく考えるところはあるので、とても10万円いただけるのはとてもありがたいなと思います。小結び定期は、子育て支援に大変、有意義な施策だというふうに考えておりまして、当行としても円滑にお手続き、いただけるよう、しっかりと協力してまいりたいと思います。県によりますと、おとといまでにおよそ1300件の申請があり、担当者は小結び定期を通じて子育てしたいという機運を高めたいと話しています。